どうもポンシラです。今回は最近 PVP で一番よく見るキャラといったらこのご飯ビーストですよね。このキャラは PVP をやったら2回に1回は絶対当たると言ってもいいくらい環境で暴れ散らかしているんですが、今回はそんなご飯ビーストに対してめちゃめちゃ強く出れるあのキャラを使っていこうと思います。はい、ゴクアですね。このキャラは混血サイヤ人に対してヨダメが 60% も上がりますし、さらにバニレルだけで敵全体に抗体禁止をつけるんですよね。今回はそんな混血キラーを持っているゴクアを使ってビーストをボコボコにしていこうと思います。パーティーはゴクアとウルゴジに全開アビを2枚乗せた青紫パーティーですね。それではやっていきましょう。さあ来ましたね、お相手さんは混血パーティーに身勝手ピン刺しですね。オッケー、これはもう完全にゴクアとウルゴジが刺さってますね。さあよろしくお願いします。とりあえず特殊切っちゃいましょうか。何もしてないんで跳ねましょう。なんだちょっとラグいか。打撃キャン振っちゃって、うわ噛み合った。まあまあまあいいでしょう。ちょっとラグい、マジでラグい。なんだこれ、お相手さんが変えてきたら 1,2 発受けてここら辺でベジットに変えましょうか。オッケーオッケー、分散していきましょう。さあクイックアタックいきたい。クイックアタックから打撃いって即圧。うわ即回避読みマジか。しかもビーストで回避読みしてくるのか。ちょっと待って、痛い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 。ここはゴクアで受けていきましょうか。ちょっと待って。は？爆速すぎだって。読め。いやもうこれ読まないと本当にやばかったよ。これ爆速すぎでしょ本当に。なんでくねくねしてると、もうこれもう絶対、もう絶対ぶっ倒す。こいつもう絶対ぶっ倒します。もう決めました、心に誓いました僕は。はい突っ込んできた。はいもうこんなんもうぶっ飛ばすで。いくでいくでいくで、必殺持ってこい。いや持ってこないか。まあこのままつなげていきましょうか。どんどんつなげていきましょう。まあまあまあ身勝手が出てくるけど全然いいや。もうマジでぶち倒します、くねくねしてたんで。あーまた釣られた。なんだこれ、なんで噛み合うのこんなに。まあお相手さんはライジングがないんで全然耐えるでしょう。何してんだ、即圧いっちゃいますよ。 OK 入った。連続で打って、連続で打って、とりあえず必殺でいいかな。 OKOK。 さあベジット、え強すぎだろウルゴジ、どういうことマジで。ワンチャン特殊ブッパとか来そうなんですけど、キャラチェンしないといけないからな、怖いな。ちょっと最速取れた、でっか。これもう勝った。さあゴクアちゃんで交代禁止入れて殴っていきましょう。はい強すぎ。さあメインで必殺も持ってきちゃって、これ余裕で飛ばしますね。よいしょ、はい気持ちよすぎ。よいしょ、しっかり復活ご飯ぶっ飛ばしていって、もう一回突っ込んできそうだけどね。開始見てでいいや、開始見て必殺打って、オッケーなんか入った。よいしょ強すぎ、ゴクア無双始まっとる。打撃キャン振って釣れないか、跳ねて突っ込んでこい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 。もういいよ全然、突っ込んできて突っ込んできて、もうウェルカムウェルカム、突っ込んでおいでおいでおいで、突っ込んでこないんかい。遠征沈着タイプになったわ。あーここはキャラチェン回避してソッカースいっちゃいましょう。オッケー、さあ交代禁止入れてるんで、こんなの余裕でぶっ飛ばします。はいゴクアナイスすぎマジで。オッケー、お相手さんワコウさんと。はいこれがゴクアの力ですね。あそこ普通だったら身勝手にキャラチェンされてるんですけど、交代禁止を入れてるんでゴクアちゃんでぶち落とせると。まあ今回の試合ライン読みしちゃったんですけど、あれ爆速すぎたんでね、まあまあ許してください。対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんはご飯ちゃんいますね。なんかすごい独特なパーティーですねこれ。えどういうこと、なんかアビ全然噛み合ってる気しないんですが、まあいいか。さあよろしくお願いします。とりあえず特殊切っちゃいましょうか。なんかクネクネしてた今。クネクネはしてないよな多分、さすがにしてない。射撃撃って UG ムーブで OKOK。 さあしっかり UG ムーブ刺していって、強っ待って、もうウルゴジが強いやんこれ。さあもう一枚引けるかな、もう一枚引いてこい。よっしゃ強すぎるマジでマジでウルゴジ最強じゃん。さあベジットに変えてアーツ持ってきて、どんどん殴っていきましょう。いや強すぎる、いいよ。跳ねて跳ねて、かぶせたいな、射撃がかぶせて、これ落ちるんじゃないの、最強だ。で交代禁止つけられちゃったんで、やることないんで打撃行こうとしたんですが、なんかタックルになっちゃった。お祈りカバチェンが成功していく、ラッキーすぎ。さあ打撃キャンまで振っちゃいましょう。釣れないか、びっくり、ミレーナいい。お相手さんも多分これ特殊切ってますね。あタックル回避いきましょうか、メイン切っちゃいます。回避見てでいいや、回避見て究極打って、ライジング警戒できないでしょマジ。できるのプロだ。まあまあプロですけど、ベジットで受ければ全部受けれますよ。空
で、ライジングはね、このエクストリームのゴクアちゃんってこう捨てればいいだけなんでね。オッケーオッケー、うん、もうマジでこれで完封じゃん。しっかり生贄を捧げていってメイン警戒しましょうか。オッケー、メイン警戒してワンチャンぶっぱしてくる、してこないか。アマキャン行きましょう。いや、ずらすか、うまい。耐えるでしょ。でもよし、しっかり耐えていって多分突っ込んでくるんで、オッケー、最速取れって。オッケー、これも崩壊でしょ。さあ、射撃からどんどんつなげていきましょう。いいね、ウルゴジ強いね。いいよ、打撃からつなげてベジットに変えて圧持ってきて投げていきましょう。さあ、これキャラチェーンするしかないですよ。もう少し真剣にやってもらいたい。射撃から究極までいっちゃいましょう。いいね、オッケー、よいしょ、強すぎる。クイックアタックいきましょうか。クイックアタックから突っ込んでこい。突っ込んでこない、ずらし回避しましょうか。危ない、単発読みに下がって回避見て射撃撃って、マジ射撃撃ってくるのか。打撃ちょうだい。ああ、全然耐える。よし、しっかり耐えていって、ただ回復されちゃいますね。タックル回避いってそのまま行きましょう。速圧、回避圧、いや必殺きそうだな。固定回避でいいや。なるほど、冷静沈着タイプ。ここはおうちさん場にないんで打撃で突っ込んだんですが、打撃で合わせてくる。さあ、これ負けたらちょっとやばい。よいしょ、 OK、 989でしっかり勝っていって、さあ打撃で突っ込んで踏ん張りあるよね。踏ん張りの皮を剥がしていって究極で必殺で落としに行きましょう。 OK、 もうこれもうベジットちゃん無双始まる。ベジットちゃん無双始まります。速圧いっちゃいます。 OK、 入った。さあ、属性振り向こうがあるんで、ウルゴジも強すぎる。なんだこれ、強すぎるぞこのパーティー。さあ、ここは振り属性になっちゃったんで、ベジットに変えてアーツドローと気力回復でブチ落としていくと。この試合で一番活躍したのは多分ゴクアですね。うん、ゴクアが生贄になってくれたことによって、もう常に有利対面でね、戦うことができたんで、いや、もうゴクアちゃん様様ですね。対戦ありがとうございました。さあ、来ましたね、お相手さんは混血パーティーにピッコロさんピン刺しですね。お相手さん多分これ左固定選出なんで、パンちゃんとビーストに対してめちゃめちゃ強く出れますね。ええマジ、ピッコロさん出てこなかったんだけど、マジか。さあ、よろしくお願いします。とりあえず跳ねましょうか。打撃は振りたい、打撃は振っちゃおう。そのまま行こうか。お、速圧してくる。さあ、勝ちます。よーし、しっかり勝っていく。ここの方は特殊でカバチェン無効にしてから殴っていきましょうか。ワンチャンビースト出てこないかな。ビースト出てこい。いや、まあ石腕だよね。そうだよね。まあまあいいや、とりあえずコンボ終わって投げキャンまで振っちゃいましょう。交代ムーブが釣れない。うん、変身してから、あー、当たっちゃった。お、回避入れ込むんだ。投げキャン振っちゃって回避見て射撃打って、オッケー、入った。さあ、ここは変身していってリロードして、とりあえず必殺でいいかな。ご飯ビーストでも結構いいダメージ出すんじゃないかな。マジめっちゃ強い。ゴクアめっちゃ強いぞ。クイックアタックから打撃いっちゃいましょう。オッケー、入った。もうゴクア強すぎだろ。なんだこのゲーム。さあ、ここメインまで切りたかったんですけど、まあ切れないな。ここはダブル経由して殴っていきま、ちょ必殺持ってきちゃったけど、これ落とせるかな。さあ、ウルゴジ行け。よいしょ、強すぎる。なんだこのコンボ。いや、冗談抜きでこのパーティー強いぞ本当に。離れましょうか。打撃は振りたい。射撃総裁して、危ね、単発で抑えてワンチャン特殊ぶっぱしてきてくんないかな。してこない、打撃は、うわ、面切っちゃおう。回避を見しちゃいます。ここだ、うわ、ずらすのか。めちゃめちゃうまいですね。あー、ここはどうしようかな。スーパーベジットにお祈り行きたいな。うん、お祈り行っちゃおうか。 OK、まあ、これはラッキーですね。ライジングだったら結局スーパーベジット捨ててたんでね。オッケー、うっつっ、クイックアタックいって、ここ打撃いったらね、うまいことカットハン取られちゃうんで、あー、どうしようかな。クイックアタック、単発で落とせない、落とせないか。クイックアタックで、うわ、噛み合った。まあ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 、全然いいでしょう。ライジング打ってきたら待機互換と短縮あるんで、オッケーオッケー、これでベジットが回ってきますね。オッケーオッケー、硬いな、ワンチャン耐える。いや、耐えないか。まあしょうがない、ここは速得しきっちゃいましょうか。うーん、交代禁止入れてるんで今のうちに落としたいんですが、打撃キャン振って、うまいね。打撃キャンに打撃合わせてくる。いや、ゴクアの交代禁止使いたくないんだよな。でもこれは使うしかないですね。
いや強すぎご飯ビースト。もう外してくる。うまいぞ。戦い引きましょう。そのまま行って何してくる。ここタックル回避もいい。うん、まあ中距離打撃、まあ HP 少ないから分かるけど、分かるけど、まあここゴクアちゃん根血に対しても火ダメージカットあるんでね、全然耐えれますね。オッケーオッケー。さあクイックアタックで落としに行きたい。入ったの確認して射撃撃って、単発で抑えて面切ってくるかな。そっちに、え、何してるんですか。調子に乗りすぎですよ。さあここはゴクアちゃんで必殺持ってきて打撃から必殺までいっちゃいましょうか。これ誰でも飛ばせるでしょ。石腕回ってないし、はい、強すぎ。いや、これがゴクアの力ですね。で、また突っ込んできそうなんで、え、待って、なんか場にないんだけど、なんで場にないのこれ。それだけ教えて俺に。打撃キャン振って、うーわ、もうどうしようどうしようどうしよう。射撃撃っちゃうか。オッケー、噛み合った、あるぞ。噛み合ったっていうかミスってましたね。ここはどうしよう、ライジング打ちたくないな。跳ねて回避みたいなやつで耐えるか。耐えた。オッケー、ある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 ぞあるぞあるぞ。速射打っちゃおう。よっしゃ、勝った。なんだこれ。もう諦めてね、もう降参押してたんですけど、はい、勝ちました。もう石腕の LF 決まったら降参押そうと思ってたんですけど、まさか耐えるとは思ってませんでしたね。中盤あんだけ具だったのにライジングなしでこれ落とせるのは本当にやばいですね。対戦ありがとうございました。ということで今回は根血キラーを持っている5課で暴れていきました。いや、確かに根血以外のキャラと対面していると少しきついところはあるんですが、根血サイヤ人と対面していれば冗談抜きで超強かったですね。ゴクアはパンちゃん、ピッコロ、ビーストの並びに対しても有利属性が取れるということで、ビーストが苦手だなって方はぜひパーティーに入れて使ってみてください。それでは今回はこのくらいで終わります。では